なんだリーバーか。なんだじゃない。一体どうしたんだよ。今日の食事当番サボったでしょう。食事当番？今回はたまたま部活がなかったから私が作ったけど。なあ。お兄ちゃん真面目に聞いてる。そのなんというか周り？あれ？なんだかすごく見られているような。まあこれだけ大きな声で現実世界の話をしたら、それにさっきから俺のことをずっとリアルの呼び方しているし。ああ、鬼。現実と同じ見た目だからつい。リーファは現実の姿とは全然違うからな。それどころか私が SAO に来た時には全然自分の妹だって信じてくれなかったよね。そりゃそうだって。何より自分の妹が SAO に来るなんて考えられなかったからな。あのゲームにわざわざ飛び込んでくるなんて無謀すぎだよ。それは本当ごめんなさい。でも今もあの時の行動は後悔していないんだ。迎えに行きたい一心だったんだから。俺のためだもんな。けど無事に SAO から戻った後もこうして一緒にゲームをして遊ぶなんて思わなかったよ。どうして？リーファってゲームを全然やらなかったろ？嫌いなんだとばっかり思ってたからさ。それは前はゲームのことをよく知らなかったから。でもきっとフルダイブのゲームじゃなければここまでみんなについていけてなかったと思うな。剣道をやっていたからこそすんなりゲームに馴染むことができたってところはあるよな。そうそう、コントローラーを握るタイプのゲームだとキャラを動かすときに自分の体も動いちゃうし。それでもみんなと遊ぶためなら頑張って練習するけどね。やっぱりリーファー頑張り屋だな。頑張り屋？努力家でひたむきで自慢の妹だよ。剣道だって小さい頃からずっと続けてるし、リーファのそうした部分は俺も見習っていかないとな。突然褒めないでよ。恥ずかしい。どうした？うまいこと言って食事当番のことごまかそうとしてない？してないって。本当かな。ま、今回は許してあげるけど次やったら何してもらおうかな。怖いぞリーファ。大丈夫だよ、リアルの方でとっても美味しいケーキをご馳走になるくらいだから。それお高いやつだよな。当然。もう当番を忘れないようにします。うんうん、それが一番。しっかりした妹だな本当に。